6月6日サンタモニカに66歳集まれみたいな。65歳って日本だとみんな定年、会社にいると定年なんですよ。それで僕も65になって、あ、これは会社にいても定年だと。で、僕は自営業だから、だったらじゃあ会社にいて定年だけれども自営業でしかできないことをやってみたいと思いました。それでじゃあ何だろう、そうすると、まあ、自営業だから仕事がないと食べていけないんで、仕事もしながらもっとできることはないだろうな。それで自分でテーマを設定して、66って考えてるうちにルート66が出てきて、それで66歳で66まであるから、もう一つ66が欲しいなということで、6月6日にルート66の終点に行こうということを思いつきました。グランドキャニオン周り、それからグランドキャニオンからサンタモニカまでの間のルート66に絡むところを案内してもらいながら、最終日、サンタモニカに6月6日に着きました。とてもなんか、おお、やってできるなみたいな、楽しかったです、はい。で、66を回って、まあ、その中であの、グランドキャニオンのコロラド川がこうパテーケホースシューっていうんですか、ここで曲がってる場所があります。で、そこを訪れたんですが、川が曲がってるところの直上まで全部崖になっていて、地上からだと川の全景が映らないんですよ。で、とりあえずすごいとこだっていう写真は撮ったんですけども、そのままになってて、で、ある時三ノ瀬から、ダラスに、飛行機に乗ることになって、で、なぜかその時通常は通路側なんですが、窓側の席がこう与えられて、で、こうぼーっと見てるうちに、いや、この辺もしかしてグランドキャニオンじゃねえかとか思い始めて、それでよく見るとちょうどホースシュー、バテー系の川の流れがあって、で、慌てて iPhone 取り出して、写真撮ったら、まあ、結構ちゃんと撮れてて、俺が見えなかったとこ違う視点でこうやって見えるんだ。で、ルート66に行ったことで、まあ、飛行機の上からもそういうところが楽しめるようになった。これは本当すごく嬉しかったですね、はい。で、今年2015年は、僕がシリコンバレーに来た理由はやっぱりイノベーションが好きだった。で、シリコンバレーは、現代の、ルネッサンスを起こす場所だということになると、やっぱりルネッサンスの探訪をしたいなと。で、とりあえず今年、まあ、もし行ければ、イタリア、フィレンツェ、いろいろ回って、本当のルネッサンスって何だったろうかというのを自分の目で見て、ブログに上げたり写真撮ったりしたいなというふうに思います。